ダリア・ガブリロワは、ロシア・モスクワ出身で、オーストラリアの女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス2勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス20位、ダブルス45位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ガブリロワは6歳でテニスを始める。ジュニア時代は2010年の、 シンガポールユースオリンピックの女子シングルスで金メダルを獲得。2010年全米オープンジュニア女子シングルスで優勝している。四大大会では2013年全豪オープンで予選を勝ち上がり初出場し初戦を突破した。ガブリロアは2015年に飛躍した。3月のマイアミオープンでは2回戦で世界ランキング2位のマリアシアラポアを76。 6-3で破りトップ10選手から初勝利を挙げた。5月のローマ大会では予選から勝ち上がりベスト4に進出した。7月のイスタンブール大会ではエリナ・スビトリナと組んだダブルスで優勝し初の WTA タイトルを獲得した。最終ランキングを前年終了時の233位から36位まで上げ WTA アワードの年間最優秀新人賞を受賞している。 2016年よりガブリロワはオーストラリア国籍で出場している。ホップマンカップではニック・キリオスとのペアでオーストラリアチームを17年ぶりの優勝に導いた。2016年全豪オープンでは4大大会で初めて4回戦に進出した。8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場したがシングルス、ダブルスともに初戦で敗退した。 2017年8月のニューヘイブン大会の決勝で、ドミニカチブルコバを46、63、64で破り WTA ツアー初優勝を果たした。大会後の2017年8月28日付ランキングで、自己最高のシングルス20位を記録している。ガブリロワは2018年12月、オーストラリアのテニス選手、ルーク・サビルトの婚約を発表した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。